まずは大谷選手に会った時のことを話す石橋貴明さんで登場だ。ロサンゼルス行った時ですよ、この前大谷君に聞いたんですよ、疲れてないですかって言ったら全然ですって。おう、でその時ね、外野の守備練習してたんで、あ、後半戦外野で出るために守備練習してるんですかって言ったら、あ、気分転換ですって。もうね、あっさりでしたね。松岡修造、見つめ合う視線の先にはジョコビッチ。ジョコビッチみたいになれないよ。何言ってんだ、諦めんなよ。君たちはなれる、おめでとう。チアラジュニア、この年に残念な兄貴がありまして、その残念な兄貴が学校行った時うんこ踏んだんですよ。ほんなら学校の帰り、その踏んだうんこもう一回踏んだんですよ。残念でしょ。バズライトイヤー、私はバズライトイヤー、銀河の平和を守っているのだ。東京ホテイソンタケル、いや、信長とザビエルのオールナイト日本だ。筋肉番付を実況する古舘伊知郎、この飛び箱をする姿はまさに人間ムササビであります池谷直樹。筋肉細胞に指令を出して空気を切り裂いて池谷飛んだ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 。浜口さんと喋る石橋貴明さん、浜口、フジテレビがああいう形でそのまんま番組を作ってしまうって、俺は浜口がね怒ってるんじゃないかって気になったの。岡村がピリついてんの、だったら俺も岡村に言いたいんだけど、 TBS で田舎の人を集めてね、ネルトンみたいなことやったじゃんかよ。それはどうなんだ岡村。あばれる君、自分はそうは思いません。若本のりお、楽天スーパーセール。最後は石橋貴明さん、俺ケツカッチンなんで小木くん支払いしといて、あ、領収書は石橋で。